ゼロさんバチコーアニメ始まったよ。始まりましたね。いや始まりましたよ。皆さんこんばんは、朝倉ゆずきです。はい、こんばんは、千葉泉です。こんばんは、モンキーリルフィです。おはよう、グルトウリーザです。あのね、台本がね、おかしいんですよね。ギラギラされてるね、今日ね。はい、いつも通り。いつも通りじゃないよ、これは。私がやったみたいな感じになってますけど、皆さんね。いや、してやったりですよ、ね。してやったりじゃないでしょ。みんなガチガチでございますよ。いや、今日はね、今日はちょっと勝手が違うんですよね。そう。いつものお仕事と、ね、は違うんですよ。はい、緊張してる。はい。今日だって多分一日でみんな緊張っていう言葉を一生分になってますよ、ね。いっぱい言った、いっぱい言った。まあ、今回はですね、はい、制作費ゼロの番組、ロカバチコンということなんですけれども、はい、なぜか制作費ゼロなのに、すごいゲストが来ました、はい、だって、あのね、これカメラをね、はいはい、客席にこう向けられたのが、すごい残念なんですけど、はい、めちゃめちゃいっぱい来てるんですよ、はい、ありがとうございます、やったー。いやー、初めて見たよ、本当に、ね、いつもゼロ人の前とかでやったんですけど、なのにこんなにいっぱいいるのがね、びっくりしちゃったよね、今日何、いや、いないときいないですよ、本当に。ね、まあ、こんだけ盛り上がったのにも、今回来ていただいたゲストの方のおかげでございます。そうなんですよ、ね。はい、本日お越しいただきますのは、はい、声優の井倉和恵さん、はい、そして坂本千佳さん、はい、そして幸次郎千恵さん、お三方の千佳さん、ありがとうございます。すごい、いや、すごいわ。皆さん、拡散してくださいよ、今から、ね。本当、今です。しますよって。ツイッター、ミクシー、フェイスブックね。あ、ミクシーもそう、ミクシーも、こいつでガンガンやってください。はい、お願いします。やってくださいよ。なかなか見れませんからね。拡散なさい。ね、結構もうみんないろいろ書いてくれてますね。コメントが多いんですよ。そう。あ、拡散してきた。ありがとう。ありがとうございます。ゼロスタ始まって以来貴重な放送になりましたね。そうですよ、今日。もしかしたらもう4人とも噛みまくりかもしれない。やばいです。可能性十分です。ね。清掃できたから、清掃で。はい。頑張るぞ。そうです、清掃です。清掃だからな。もう後ろうるさい。募集したいと思います、はい、テーマはゲストのいくらさん、坂本さん、小次郎さん、お三人さんへの質問疑問ということで受け付けますので、どしどし送ってください。では、メッセージの宛先を。はい、ゼロアンダーバースタアットマークアキバドット TV、 ゼロアンダーバースタアットマークアキバドット TV までお願いいたします。はい、お願いします。なんか後ろライト当たってます。嘘、大丈夫ですか。今日ね、多分ね、いろんな意味で地味だぞ。私ちょっといつもとね、違うファンデーションを選んできたんですけど、ね、いや、そうなの、はい、気づかないの、ちょっとわかんないの、ね、なんか今日唇の色悪いんですよね。悪いって言うんじゃない。悪くはないですよ。悪いのだからね、そう、飲みがいいんですよ、ね、こう清掃できてくれるんですよね。そうそうそう、はい、はい、はい、では見ていただきたいと思います。では、早速スタートしていきましょう。皆さんご一緒に、せーの、ゼロスタンバイスコーン。それではフリーザ様のジングルです。それではこの私フリーザが変身を見せてやろう。いきますよ。はーっ、はーっ、はひふぅひふぅ、あれ声が似てるな。もう一回返事してやろう。はーっ、僕は海賊なのだ、ポロリなのだ。おや、声優が一緒。どうもありがとうございました。バチコーン、おー、来ました。ありがとうございます。温かい拍手を、ありがとうございます。いつもよりジングル長くねえか。長かった、久しぶりのジングルですからね。中井くんどうしたんですか、はい、中井くんはちょっと緊張で出ないです。あ、出ないなってちょっと脳みそがプルってなったんで。毎回やってくれる約束だったのに、ね、ちょっとさっきまで練習してたのに、ね、飲みの場でいっぱいやりますよ、飲みの場で、うん、いっぱいやります。はい、じゃあまあ早速ですね。はい、はい、よいよですよ、皆さん。まずは自己紹介から、はい、改めまして、朝倉ゆずきです。はい、千葉泉です。モンキーリルフィーです。キュッ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 リーザー。これは少年始めるごまかしって書いてるんですけど、足は可愛がってくんないですよ、これね。無理だ、無理くりすぎるよ。はい、では早速ゲストにお越しいただきたいと思います、はい、ゲストの井倉和恵さん、坂本千佳さん、幸次郎千恵さん、お三方です。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやいやいや、
あの番組名が変わったことを今日知りました。よろしくお願いいたします。お願いします。もうすごいメッセージで、なんで出てくださるんですかっていう感じで。確かに。確かに。理由がある。そうなりますね。ワールドアクミがあって。しかし、こんな濃い化粧でね。今日、わざわざすごいもう、すごい。すごい。気合入りました。今日は本当に気合入りました。でも、秋葉にいたらちょっと地味よね。でもさ、こんなおばちゃんいないよ。この年代、ああいう。こんな派手なおばちゃんいない。斜め上の人たちはいっぱいいるんですけどね。ねえ。もう、いやー、すごい。すごいね。わ、かさばるわ、私たちが。ちょっと、かさばるわ。ねえねえねえ、ちょっと見てみて。キャー、いくらさん、かわいい。すごい。ここだ、コメントってここに来るんだ。そうです、そうです。これ、よくそんなちっちゃい字見えるね。そういうのが見えんのよ。こちらにも同じものが。パチ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 。あの、ゆうたさん、今打ってくれると多分お三人さん読んでくれます。あー、メガネがあっちゃった。言っとくけど、女芸人じゃないから。これもさ、文字のサイズが大きく。もう本当に、でも、皆さん有名な方々なんですけど、はい、すいません、こんな緊張した MC ばっかり申し訳ない。いやいや、それはそうです。だって、もう、言ったら小さい頃からね、見ていた作品の方々がいらっしゃるんですから、また。小さい頃から言った。あああ惑星フリーザーは、そうですね、時間軸が。宇宙人ですからね。私たちも子役の頃からやってたしな。そんなに年は変わらない。変わらない。何歳か私はね、エイジ18ぐらいです。ドラゴンボールのね。ああ、そうですね。最近ですよね。そうです。ね、すごいなぁ。いやねぇ。はい。ねぇ、大変ですよ。大変ですよ。頑張ってきますよ。はい。ダメだ、もうスタッフがみんな何も言ってくれない。そう、目合わせてくれよ、逃げないでよ、ちょっと。私たちほら、やることやんなきゃいけないから、ちゃんとして。ちゃんとやって。すいません、その前に来てもらって。そうです、そうです。はいはい、すいません。ネタなんですけど、きっかけは、声優になったきっかけは何なんでしょうか。なんで笑いながら言うのか。なんで笑いながら言うのか。普通のことしか言えなくて。いや、でも、ゆうがさんでも知りたかったらしい。そうですよね。真面目に。真面目にね。真面目に。きっかけ何？だってあんたその声だもんね。あれ？あれ？それは地下には言われたくない。そうですね。私は、まあ、声が大きかったっていうのもあって、お歌を歌うのが好きだったっていうのもあって、はい、で、漫画の主題歌を歌って漫画の声をやる人になりたかったんですよ。おー！それで、高校生ぐらいの時からお歌のレッスンに通っていて、そして、まあ、劇団の養成所に入り、で、だけど私、漫画の主題歌を歌って、漫画の声をやるっていうことが、福ちゃんっていう作品で、叶ってしまったので、はい、それはね、すごくびっくりしてます。それはもう本当に、初めてすぐぐらいの時。いや、それがまた話すとちょっと、長いよ、長いよ、長いよ、これちょっと次回に、また呼んで。ぜひ。もうこれは聞くも涙、語るも涙。じゃあ、坂本さんスペシャルの時に。ありがとうございます。もう特殊分じゃん。特殊分じゃん。お願いします。予約で。順番にね。はい。ね、5回ぐらいに分けますか。分けて。そうよ。こちらさんは、私は、もう東京に出て、家で同然に東京に出てきた時に、またこういう話を。これも一回、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 これも一回で、箱取って。食うのに困って、トラバーユっていうその時の情報雑誌を見ていたら、1日1万円って。ね、夜の仕事じゃないわよ。はい。喋る、イベントの MC の、はい。ネタが1日1万円っていうのがあって、おぉ、これに行ってみようと思ったら、結構オーディションがもう何回もあって、一番最後にフリーのアナウンサーの方たちと、はい。私一人だけ残って、すごい。それでそこからなんか喋るっていうことに、ちょっと自分の意識が行くようになって、で、もう普通に、そんなことやったこともないんですけど、イベントの司会をもう、いきなりやり始めて、それで、その方たちに、じゃあちゃんと勉強しなさいと。ただ、はい、あなたの声だからアナウンサーじゃないわよねっていうので、またできたばっかりのその声優科っていうのに入って、
ちょっとやってほしい。じゃあ、勉強した後にではなくて、イベントでまず、出たのが最初なの。だから割とイベントの MC を私はすごいいっぱいやりました。勉強にじゃあ今日。いやね、ね、仕切れるよ仕切れるよ台本お任せしてもよろしいですか。いや、あの、ゼロスタンじゃなくなっちゃいました。もはや台本がなくなっちゃいました。だから今日も死んで。無心になっちゃう。ごめんなさい、放送作家さん。大丈夫です。いくらさんは、私はね、その、声優学校あったのね、その頃。まだできたばっかり。できたばかり、ね。で、私たちの頃はまだなくて、声優学校は、どっちかちょっと役者を目指してる学校に行って、ね、まあだから、その、朝の連ドラも出たし、タイムも出たり、なんかポチポチしながらも、お芝居もやってたの。はい、で、舞台と並行に、なんか、こう、効率のいい仕事って、やっぱ声の仕事だったんですね。で、だから、ドラマもやりながらも、だんだん声の仕事に、仕事的にはシフトして、なんか声優になったみたいな。徐々にちょっとアニメーションとか声の方が多くなってた。多くなってたって感じですよね。だからその、あ、今声優学校あったのねっていうのが。最先端ぐらいだったか、一番最初にできた学校かもしれないですよね。まあ、ここまで増えると思わなかったですよね。さあ、らしいですね。すごいよ。ね。せっかくの機会だから何か聞きたいことがあるなら。体重聞いちゃダメよ。え、それ番組ですか？誰も振っとらんわ。なんそれ合コンみたいな感じで今進めていくんですよ。いくつに見えますっていうところが。始めるね。チェック入るよ、チェック。今日結構ね、爪長い。チカチっていう爪ですよ。いやもう、あの、私聞いてもいいですか？どうしてか？俺聞いてもいいですか？はい。ルーイなんだけど、キャラ忘れちゃうんですよ。すいません、本当に。はいはい、いや、あの、はじ、あのね、お会いしたのは初めてなんですけど、このパワーがすごいじゃないですか。この源って何なんですか？うん、食べること。食べること。大事ですね、でもね。そうだよ。私たちね、太って見えるんじゃないの？太ってんの。大丈夫？ほら全然ほらしかもね、あのね、いいもの食べて太ってる。どこまで、どこまでフォローしてるのか突っ込んでるかわかんない。お金かけて太ってる。かっこいいけど。かっこいいけど。悪いけど。本当にね、なんかあの、ただあの、コンビニの、おにぎりとかでも、すんごいね、すごい贅沢なの。なんか、ちょっと海に行くときに、朝早いから、ちえ、コンビニでおにぎり買っていくわって。あ、自分の口に言っちゃった。今、かわいいよが。かわいい。かわいいじゃん。いい年して。で、しかに何がいいって聞いたら、あの、フレークの鮭は嫌だって。おー！鮭フレークのおにぎりは、鮭のおにぎりとは認めてないの。まがいね、お腹を満たしたくないと。最後の晩餐になっちゃうかもしれないんだよ。最後のご飯になっちゃうかもしれないっていつも思ってんの。どんだけ綱渡りそれが最後だと思ってんの。いつも。で、最後はちゃんと焼いた鮭が欲しい。もうちゃんとね。いくらも入っててもいいよ。親子でお越し。なるほど。もう朝からね、そういう贅沢なものね。そうそう。だから、お金かかってる。デブ。言い方が、高見盛り的みたいなことを。やめてください。3人で結構食事行くことがもう多いんですかね。そうですね、今はお稽古を、あの、ちょっとまあライブがあるので、まあその宣伝で来たんですけど、バズるね、ダメるね。それで、そのお稽古を今土日ね、やってるんですけど、彼女のお家で、イクラのお家でやってて、そこがね、あの、稽古が終わると割烹カズに変わるんです。あら、本当にプライベートキッチンがちょこちょこいろんなものをね。すごい、すごい。私もね、普段、あの、こう、大人数で食べらんないから、なんか、すごい、みんなで、お鍋とかね。あ、囲めて寒い時期からお稽古だったので、本当に、茶碗蒸しとかね。山芋蒸しとかね。そうよね。なんとかね、ゆり根とか入っちゃった。そうでしょ？わかる？ゆり根とか。わかる？上品でしょ？上品ですね。まあそんな感じで、まあこういうことです。お金かかってる、デブ。いいもの食べてますからね。なるほどね。食べ物がパワーの。そうなんですね。ありがとうございます。長いな。長い。あとね、二人はお酒も飲むよ。飲みながら食べて。食べて飲んでるから、源なんで。結果的にちょっと滑腹が良くなっていくこともありますよね。
選んだね。ついてくるもんね。ありがとう。嬉しいってね。お稽古の話出たので、早速そのライブのお話聞かせていただきたいと思います。4月の、6、7。土曜日、日曜日、はい、南青山、マンダラで、うん、ギャロップ、私たち3人でギャロップっていうバンドを若い時からやってて、はい、その、ギャロップのライブをやります。ギャロップ、春はやっぱり店番祭り。店こと土曜、店番祭り。そうなんですよ。あの、なんていうか、春の晩祭りって言うの。なるほど、なるほど、なるほど。春の店晩祭り。店晩祭り。まあね、なんでこんなおばちゃんたちさ、そんな短いの履かなくていいんじゃないっていうぐらい短いの履いてて。あらぁ、すごいセクシーだ。こんなもんじゃないですよ。もうね、半分見えてる。本当に見えてる。わかめちゃん。今日は今日だけの特別です。そうなんですか。この衣装は皆さんにしかお見せしない。おぉ、ありがとうございます。すみません、わざわざ、ね、今日もでも結構セクシーなーお見やしが。そうですか。いや、もうこれが最後かもしれないと思ってやってます。何って思われてるんですか。そうだね。そうだね、本当に。だから、すごい短いスカートなので、もう、漏れなくいろんなものが見えたり、見えたり飛んだり弾けてたりみたいな。手を潤すためにも。その、ライブなので、いいってことよ。全然良くないです。サブタイトルがね。そういう副題になっております。ある意味、ちょっと罰ゲームにみたいな。ゲームみたいな。それが目当てで起こしてきて。じゃなく、ぜひ。ちょっとそのライブの様子が、はい、VTR 用意されているんですか。はい、すごい。ぜひ皆さん、どんだけ派手か見て。あ、そうですね。ライブの雰囲気が。見てやめようって思ったら。はい、じゃあ、どうぞご覧ください。はい、見て驚け。恋の終わりを止めて、何があなたを変えた。今は捨てないで、他の誰かに様子見しないで。今は捨てないで。
ね、すごいプロフェッショナルっていうのが。一応プロでやってる。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。素晴らしいですね。すごい。本当にぜひぜひ皆さん、そうなんです、いらしてください。はい、お早めにチケットはお求めくださいませ。なくなっちゃいますよ。聞いて、ね、まあ、ご、あの、大丈夫。しっかりしろ。はい、大丈夫か。これで最後、これで最後と思う。これが最後。さっきほら、お話にもあったんですけど、はい、管楽器がね、はい、バンドに入ってくれるので、もう生で管楽器がもう4体ぐらいいるんで、なんかね、カンカン来て興奮するんですよ。もう音で自分たちも。そうそうそう。で、今まあ、あの、映像見てもらっても、はい、なんかかっけーとかね、歌うめとか書いてくださってたんですけども、はい、なんか もっともっと興奮するよね。あ、もう前回来てくださった方がね。生で見た方たちは。なるほどね。しかも飲みながら。そうそうそう。お酒。あ、お酒も飲みながら。ライブ。ライブ。飲めるし食べる食べる食べれるんですか？そうそうそう。ちょっとディナーショーのやつね。あ、そうなんですね。そうね。それ私たちの登りじゃないないませんから。各自お願いします。ドリンク代込みで4,700円で見れる。いやいやいや。一杯だけよ一杯だけ。追加は皆さんの懐から出していただいて。いやこれはすごいです。はい。ちょっと改めまして、振り返りますと、4月6日土曜日と4月7日日曜日、はい、それぞれ昼夜公演ですね。はい、1時から2時から6時、あ、1時オープンで2時スタート、夜の会は6時スタートで、あ、6時開演で7時スタート。はい、で、また7日は、まあ、時間が変わるということですので、これ詳細何かホームページなどで。私のホームページとか、と私の、あの、音感っていう。あ、どちらかで詳細確認できるということですね。はい、はい、ぜひこちらも。ぜひぜひ。はい、チケットは E プラスで。あ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、ルフィのジングルです。チケット買います。皆さん、今日はワンピースでいう海軍艦隊将してますよ。海賊王に今日はなれない、ゼロと8とあるいやー。お題を引いていただきます。はい、はい。中に入っているお題には
には、うん、それぞれの方が演じられたキャラクターの名前が入っております。はい。はい、もうお察しがつきますね、うん。そのキャラクターを皆さん記憶の中で書いてもらいます。なるほど。頑張れ。はい。で、まあ、3人にそれぞれ書いていただきまして、うん、まあ、一番上手い人は尊敬しているな、ちゃんと記憶にあるなと。うん。一番下手な人は、こいつ知らねえなっていうことで。なるほど。はい。ジャッジをしていきたいと思うんですけども。ありました。頑張りますよ。本当だよ。言い方気持ちで勝負だった。あ、気持ちで勝負だった。ありがとうございます。いいユーザーさんだ。普通にその上手いかどうかの判定はそのキャラクターを演じられたパターン方の方にやっていただきます。肩に肩にご丁寧にあります。肩に使います。あとつけが痛い。大丈夫か。あとであのマイケンダンスしてきます。肩甲骨をはい。でそれでですね、ただあの上手かった方にはご褒美があります。何でしょう。あのですね、ちょっと恐縮なんですけれども、はい、一番うまいものを書いた人間にですね、そのキャラクターの声で、お褒めの言葉と言う。めっちゃ嬉しい。マジですか。え、名前呼んでもらっちゃったりするんですか。お答えいただきます。それはあの、カンタのフリーザだって山本くんでいいですよ。ずるい。ずるい。で、ね、そう、フリーザだって山本くんでいいですよ。石川さんで。はい。めんどくさい。マジでめっちゃ嬉しい。頑張れ。でもよろしい。え、いいですか。頑張れ。頑張れ。ありがとうございます。よし、ちょっと本当に気合が入ると思うので、ちょっとじゃあもう本当に本命の言葉もらえるように頑張りましょう。頑張れ。ではですね、早速対決の方に行きたいと思います。うん、じゃあまずボックスから紙をですね、はい、じゃあすみません、ボックスから回してもらっていいですかね。はい。プラさんからまずじゃあ引いてもらっていいでしょうか。お願いいたします。はい。今ね、ユーザーさん、私も書きたいと参加したいですよね。これ言っていい？あ、はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。いいんですね。はい、はい、はい、じゃあ、読む？いいですか？はい。アニメ、少年アシベより、アシアアシベ。チカチカさんの、アシベを、アシベは結構簡単じゃないですか。ああいうのこそバランスで難しいのかな。難しいと思う。なすみたいな。簡単な絵ってね。え？ね。キティちゃんとかね。難しいんだよね。髪の毛に特徴的ですもんね。そうそうそう。ヒントを出してる。はい。はい。はい。じゃあ、もういいですか？早速感じ始めて。はい。では、スタートです。記憶も、記憶が入らないんですね。あれ？はい。なんか違うぞ。なんか鳴ってんの今、音楽とか。あー、そうですね。あの、本物は今ちょっと、今ね、こっちに答えが出せないんですけど、こんな感じですっていうのが今出てます。歌う？え？歌っとくじゃあ、歌いましょう。あの、大丈夫？大丈夫か？三、四。春よ来い、早く来い。歩き始めたみーちゃんが、赤い花をのじょじょ履いて、思い出たいと待っている。負けた、負けたね。ちょっと聞き入ってかけなかったんだよ。聞き入っちゃったよ。聞き入ってたんだから。今のは仕方がない、かけなくても。大丈夫、大丈夫、こんなに生幕が飛んだの初めて。綺麗、綺麗って書いてくださってありがとうございます。よかった、よかった。ちょっとね、ちょっとキーが高かったんですけど、ちょっとママさんクールしてね。ちょっとチューニングが春っぽくなっちゃいました。ね、そう。春ね。春ね。春ね。あっという間にね、あったかくなっちゃったからね。お疲れ様でしたからね。あ、こんな素敵な春よ恋は初めて。うわー、ありがとうございます。これ欲しいね。なんか生で買ってましたね。来ました。はい。すごい。では、ひげたのから順番に、はい、絵を見せていってください。はい、こちらです。ドン！あ、すごい！ね、ここちゃん、あれ？なんか今日の前髪、今日の前髪の、本当だ、本当だ、本当だ。いいですね。かわいい、ちょっと。キュー！ここちゃん、ちょっとドラちゃんみたい。すごい、上手上手。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、次はじゃあ、ルフィのやつを。俺こんなんじゃなかったから行きます。じゃん。中身
して画伯の私が一番似てるかも。えマジで、すごい自信がある。せーの、じゃあ、おー、サリちゃんのパパが似てる。あ、サリちゃん、立ちすぎ、ちょっとマスリみたいな感じしてるんですよね。それを覚えてるんですけど。なんか、こっちに置いたのにうまいじゃないですか。いや、本気だから、今日本気だから私。本気だから、本気で勝ちに行きますからね。早速では、足部役の坂本さんに判定をしていただきたいと思うんですが、ちょっと、あげましょうか、じゃあ。はい。じゃあ、一番うまかったのは誰でしょうか。画伯かな。おー、すごい、すごい、すげー、ねえ、ねえ、でも、うまい、ね、ね、ほんとだ、あんなでした、あんなでした、めっちゃそうじゃん、みんなそうそう、すごいな、そう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 、ね、あと、ゆうたさんは、なんか検索して画像見てください。今、こっちは正解見てます。やったー、やったー、すごい。じゃあ、先にご褒美からね。え、今いただけちゃうんですか。いっちゃい、いいなー。はい、はい、では我々もすごいいいですね。聞けるのが嬉しい。では芝居済みです。芝居済みです。芝居済み、上手に書けたね。全然していただいても構わないです。うん、そうだね。なんか曲とかでもさっきちょっとお話聞いてたら昭和歌謡、うん、あのザ・ピーナッツとかね、はい、私たち大好き。ザ・ピーナッツがやっぱりほら双子でハモってて、はい、あのパワーもあるし綺麗だしっていうので憧れて、はい、やりたいねみたいな。ピーナッツさんをやろう。ピーナッツ会もやりますね。でもね、この間ね、昔24年前のみんな生まれる前や、1989年のライブの DVD が出てきたんですよ。そしたらこの人がまあ誰だかわかんないの。まるで別人。ちっちゃくて。かわいいの。なんかね、ほんとに。ビフォーアフターにも程がある。自分でも探した。もう全特化や。何があったんだろうね、この。持ってくればよかったね。うん、あれも、写真。あれはあれですごかった。うん、でも、スタンスはその時から変わってない。そうですね。そうですね。バンドの感じは違うし、うん、当時はちょっとフュージョンっぽかったのかな、時代的に言ったら。
ちょっと前はちょっとおしゃれな、こじゃれた感じだったんだけど、今はひたすら濃く濃く、こってこてで、どれもこれもあっさりしたのがないの。全部濃いの。だいぶタレをつけた時間があったのに、焼いてからまたタレを塗って、二度付けして、しかも腐る前の一番美味しい。ああそうそうそう。いいですね。熟成させて、熟成させた肉を出ししています。すごいよね。肉メインなんですね。そうね。嫌になっちゃうかも。いいぐらい。嫌な意味はなりませんよ。嫌な意味はなりません。どっち？わからん。もともとで、その、3人で歌を歌いたいっていうのがきっかけで、そのギャロップっていうのを作ったんですかね。そうですね。30前後でね、その時。はい。なんか30ぐらいになったら、なんかこう、おしゃれな歌を歌えるようになりたいね、みたいな。この人が合唱部で、ハモリ体質なんだよ。私どっちかっていうと、歌でも主旋律を歌うんじゃなくて、コーラスつけて歌いタイプ。どっちかっていうとね、誰か主旋律歌ってっていう感じ。その気持ちよく入りたい。入りたい。そこにハモりたいタイプなの。はい。あ、それでじゃあ、おうち。おやせらってやばいやばい。今度はトークが面白くない。トークから歌うかな。何それ。聞いちゃう。何でやねんそれは。さあできたかな。はい、じゃあ見ていきましょうかね。はい、じゃあいいですか。シティハンターの牧村香織がこれから出てきますよ。そうだね。皆さん、皆さんで想像してるから。はい、ではじゃあまずね、フリーダ様から。はい、足毛の裏にすると。こちらです。誰？いや、誰？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 百刀ハンマー。そうしかわからない。北条先生のね、画力が降りてきた。結果これです。結果これですよ。怒りやな。怒りとか見たことない。しかも着てるもんが趣味悪い。T シャツにジーパンでね。いや、ジーパンじゃパンタロウみたいな感じですけど。そうだよ。まあまあ、いい基準になったかと思いますね。昨日からだったら何見ても OK みたいな。はい、じゃあ、ルビー行きましょうか。私、あれを言ってると思うんですよ。え？せーの、ドン！あ、ほら、あのね、肩幅広かったイメージがあったんですよ。確かに、そう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 。三角形の服みたいな。そうですよね。だからこれいいと思います。私にも似てる。若い頃の私に似てない。それも意識したんですよ。上手。どこどこよりも似てる。すり抜けた感じがあるね。うまいことね。じゃあ、見せなきゃダメ。ダメでしょ。見せましょう。見せましょう。いかない感じ。ワークだからね。できない。だって他がこれだよ。じゃあ、じゃあどうぞ。行きましょう。はい。せーの。すいません。皆さん生きててよかったね。よかったよ。よかったよ。
もうそうなるともう最下位決まったようなもんなんですけど、一番ダメなのは、ダメなのはね、やっぱりあれ。ダメなんだよ。だいたい汗かいてるし。冷や汗みたいな。ね、じゃあ、フリーザ様にあと100頭ハンマーの方を、ね、はい、投げつけて。ね、はい、じゃあ、ちょっとさ、最後ですかね。はい、じゃあ、3問目。よろしいでしょうか。じゃあ、最後、聞いてください。はい。何人が出るかな。何人が出るかな。はい。アニメ、おぼっちゃまくんより、はい、おぼっちゃま、こうじろちえさんでお願いします。おぼっちゃまくん大好きおぼっちゃまくん大好きです。じゃあ、ね、期待しちゃおうかな。待ってるよ。期待しちゃおうかな。あ、おっぱい大きく変えちゃダメだよ。ダメでしょその作戦はもう通用しないよ。通用しないよ、ダメだよ。ダメですか？おっぱいない。おっぱいない。ないない。おぼちゃま。で、はい、じゃあ早速書いていただきまして。かといって、そこそこ放送コードは気にしなくていいんですか？ああ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？決め台詞も OK ってことですね。はい、危ないことが多々すみません、そんなことやってて。ちょっと、あれは伺いたかったんですけど、放送されてた当時、他の作品とかでも、結構今だと放送やばいなっていう単語って、あるじゃないですか。すごいありましたね。もう、私のそのおぼちゃまくんやってた時は、全国の PTA のお母さんたちから、絶対に子供にあのアニメを見せろって、もう猛反対に会いましたので。まあ、今のクレヨンしんちゃんが言われてるみたいな感じ。もさらにひどかったっていう。あいや、でもみんな見てたらしいけど。そうだよ。そうだよ。だいたい親が見ちゃいけないっていうもの大好きじゃない？みんな見てますね。だってシティハンターだってそれこそ、もっこりとかっていうのも、今でこそマリモッコリとかで。本当だね。そうだね。大人の表現でしたよね。声潜めて言わなくて。潜めて言ったところで聞こえてる。そうそうそう。ちょっと今、ダンビオさんっぽい感じが。そうそうそう。いやらしい感が漂う。大事大事。何が大事だよ。ええ加減やな。もう、不調心にも元がある。大体も大体。いつもこんな感じなんですよ、私。あ、でも、ゆうださんも毎週見てましたよっていう方多いですね。はい、来た来た来た。それ来たって感じ。はい、ご飯食べながら見てます。昔は良かった。結構やっぱり難しい言葉ね。これはね、もう、いただき大好きですから。はい、いただき。最後にいきます。最後にしましょう。じゃあ、その自信ある、じゃあ最後にしましょう。そうなんだ。へぇー。はい。はい、とく。じゃあ先にじゃあ、ルフィから選びましたかね。はい。ちょっと自信あるんですけどね。じゃんおぉー一応の放送コードに置きましたあー置きましたよ。あー、その方がなおさらなんだ。かわいい。かわいい。こんな感じなんてなんかね、雰囲気がね。雰囲気はね。でもなんか、全体がうんこ型の。いや。ピエール書いてくれた柿野くん。ありがとうございます。
りまして。あ、本当ですか？やった。山本君。山本でお願いします。もうフリーズ関係ないから。山本でお願いします。守護か守護かばい、山本くん。山本くんは僕の友達んこばめっちゃいいやばいでしょ会長でしょ999だ、どうしよう、王様の晴れるとハンドの姫様になる。来ました、ありがとうございます。わーい。こっちはね。あ、ちゃんと伏せてくれてある。本当だ。丸になってる。いったー。いったー。いましたよー。いやー。あ、よだれ出た。ダメなの？ダメなの？ダメなの？切ったね、さっきね。さっき切ったね。あ、私か！私か！なんか、自信あったのか？切られちゃってる。形違うもん、形がさ。そうね。いや、可愛いかな。これちょっと残念賞だね。残念賞だね。惜しかったね。二度取りたいよね。なんか、ルフィいつも勢いなんだ。ありがとう！褒められた。振り込みは成功してます。ありがとう。それでも十分。十分、私。あー、もうすごい感動。はい、じゃあ。終了ということで。とてつもなく夢のようなコーナーでしたね。よかった。人のでも泣きそうになっちゃった。本当ですよ。で、まあ、なんだかんだ言っても、でも一応2連勝の。素晴らしい。はい。素晴らしい。多分、全部尊敬力が高いのかなと。スタッフの期待を裏切りましたね。すいませんね。今日は本気です。あ、ダメだ。ダメだって言われた。ちょっと反省室に行ってくださいね。反省室に行く。はい、というわけで以上、このキャラクター、私が一番愛してるイラスト対決でした。イエーイ！面白かった。面白かったね。面白かったね。生放送中に届いた皆さんからのメール紹介したいと思います。はい。いつもありがとうございます。ハンドルネーム、てっぺさんからいただきました。ありがとうございます。常連さんなんですよ。そうなんだ。ありがとうございます。はい、朝倉さん、千葉ちゃん、ルフィ、トイレ中の帝王。フリーザ様。何です？トイレ中の帝王フリーザ様。トイレ中でトイレじゃないですよ。でみんなの一緒の、ね、椅子じゃないですけどね。はい、そしてゲストの坂本さん、幸次郎さん、いくらさん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。はい、今日はスペシャルなお三方がゲストということで、レギュラー4人の緊張ゲージが振り切れてないか心配ではあります。切れたよ。さて、今日はゲストさんがいらしてますので、質問を考えてみました。はい、今までで印象に残っているキャラクターは、ということなんですけど、たくさんやられたと思いますが、なんかいろんな意味で印象に残っているとかもありますか？そうですね。私、やっぱり、子供役が多くって、子供とか物が多いんですけど、物そうなんですよ。動物とかね。でも、今日どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり綺麗な女の人みたいな役でオーディションに行って決まったりする、はい、あ、実はこれは男なんですよっていう美形の、女の人をやる。だから不思議の塗り子だったり、あとセーラースターズのヤテン君だったりとか、あとシュン君なんかもそうなんですけど、グリーンウッドの、はい、だからあんまりそういう綺麗系のやつを慣れてないからすごくドキドキしちゃった思い出はあります。ドキドキしちゃう。そうすると、あんまりイベントとかで会えない層の人と会えるみたいな。なるほど。子供やってるとあんまり、こう、本当のお友達しか会えない。そうですね。ちびっ子たちとか。そうなんですよ。お父さんお母さんたち。そうですね。もう、ゆりかごから墓場までじゃなくて、ゆりかごと墓場のみたいな。お母さんだけじゃない。おばあちゃんとかおじいちゃんまでやってました。おじいちゃんは ?NHK で。ああ。そうなんですよ。小判のおじいちゃんっていうのもやっていて、ゆりかごと墓場のみになってしまいました。珍しいですよね。だからやっぱり、綺麗な役をやるときとかは、こう、ちょっとドキドキしながら。あ、ドラムちゃんちょっと残りますね。やってます、ね。ああ、なるほど。あ、小次郎さんは？いやー、私も、すごいいろんなキャラクターをやらせていただいてて、でもやっぱり子供番組がすごく多くて、はい、で、外国映画の吹き替えに行くと、必ず私が やらせていただくのは、ものすごいおっぱい大きくて、超スタイルが良くて、はい、ものすごい美人なんだけど、超頭が悪いっていう。そういうなんか、よくわかりませんっていう役が多くて、脳みそおっぱいに行ったみたいな感じの。エロバカクソ女。エロバカクソ女。ドストレートですね。これ一応褒めてるんですよ。そうだ、私の褒め方。最大級。ああ。いくらさんはどうですか？私は、
もういろいろさせてもらうんですけど、はい、なんだろうな。舞台にもなった桜大戦の例にもね、なんか作品と離れて役者として楽しめたっていうキャラクターだったし、でもね、ドラマでは、感動してるのは手塚アニメの、はい、シャラクくん。三つ目が通るの、なんか、お母さんとのお話がすごいメインだったから。泣くな？泣いた。なんか、本番中にもう本当に泣いて泣いて、何度も鼻を噛みながら収録した思い出が、なんかあって、それが、うん。で、またなんかね、二面もできる、ちっちゃい、漫画貼ってる時と撮っちゃった時と、ガラッと変われるから、自分の中でもすごい楽しいんですよね。甘えてる、はい、またさまたさんって言ってる時と、もうなんか悪魔のような、はい、時と演じ分けられる。二役やってるような感覚ですよね。で、やっぱドラマも本当にお母さんとの思い出をずっと辿っていったから、泣いた泣いた、一番泣いた思い出です。でも、やっぱり、なんか、みんなこう、総合して言えるのは、自分じゃないもん、自分で何か、こう、生のまま何かをやるとなると、すごくいろんな制約があるんだけど、はい、アニメにしても、吹き替えの、洋画の吹き替えにしても、本当にいろんなことができるので、はい、すごく楽しいですね。うん。でも自分じゃないこともないよ。ロボちゃんくそ結局、あれ結局そうなんか違うかな。今日出た役名だと全部ちょっと正反対だった。そうですね。おかしいなぁ。うまいことまとめた。まとまるかぁ。そんなつもりだってそんな。先生に聞いてそうだな。そうでもないな。そうだね。ありがとう。大人なんだからちゃんとしようと思って。まあ、一応つかんだよ。ありがとうございます。いい友達だわ。じゃあ、もう一つメール来てたので、もう一つ紹介したいと思います。はい。ね、こちらすいません、お名前。あ、いくら家のフントになりたいラッキースケベさん。はい。ね、ヤップのお姉様方ご出演おめでとうございます。来月のライブのチケットはすでに入手しております。おととしのライブは歌もダンスも衣装、過去見せパンも可愛いかっこいいで劇団まり泣きながら笑ってました。はい、次は20年後かと思っていたので、こんなに早くにまたライブがあるとは。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてます。で、あと持ち歌も聞きたいですと。はい、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そんなわけでちょっとエンディングテーマが、あ、もう早いの。早いな。早いな。すごく早いですね。あと3時間ぐらいやったけど。いや、本日伸ばせますか？なんかもうダメでした。すいません、スタジオの方が NG です。そうなんだ。じゃあ、二次会の方で。いきなり血圧上がっちゃいましたからね、コーディーさん。ぜひまたお越しいただきたい。お願いいたします。ありがとう、楽しかった。いや、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております、はい、どんなご意見ネタ、送ってください、そして、番組ご覧にいただいているユーザーさんのプレゼントのお知らせですが、今回のプレゼントなんとゼロスタにしたは珍しいですよ。何ちゃんとした色紙。わー、っていうことは皆さんの、はい、こちらこれすごいな。おざにいさんに書いていただきました。手書き初めて書いた。あ、ほんとだ。初めて。そうだって誰も本当だな。ニーズがないんだもん。そうだね。誰にも、これ君も。初めて書いてくれた。貴重な。すごいな。2013年第1号。すごい。俺も応募する。応募しろ、応募しろ。応募しろ、応募しろ。はい。じゃあ、下手1名様にプレゼントしたいと思いますので。すごい。はい、でしょ。すごいな。普段はね、100均のおもちゃとかにサイン書いてるので。まあ、そうですね。きちんとしたものに今回は出させていただきました。はい。では、こちら、応募の宛先を、じゃあ、ゆみさん、お願いします。ゼロアンダーバースタアットマークアキバドット TV、 ゼロアンダーバースタアットマークアキバドット TV までお願いいたします。お願いします。お願いいたします。あとは番組公式ツイッターやってますので、ぜひフォローしてください、はい、アカウントはグレーにありますが、アットマークゼロアンダーバースタとなってます。ハッシュタグ使ってください。はい、はい、では最後に改めて告知の方をお願いします。はい、4月6日7日を南青山マンダラでギャロップライブ、春はやっぱり伊勢丹祭りいいってことよ。チケット、E プラスで絶賛発売中。素晴らしい。皆さん行きましょう。行きましょう。待ってます。よろしくお願いします。ぜひこちらも、ホームページと、はい、YouTube から、はい、結構してみてください。お願いします。はい。
では、ついでに聞いた。はい、ついでに。まあ、私もですね、4月の、13日土曜日にですね、アニソン DJ イベント、アニソンディスコという、イベントをやっております。こちらですね、深夜の23時から、新宿ヘッドパーという劇場でやりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。朝倉からも簡単にですが、セガさんで配信されております PS ビータ用のゲーム、ファンタシースターオンライン2の方で、多分どっかのショップの店員やってます。あ、なるほど。はい、どこにいるかちょっとわからないんですけれども、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。贅沢な時間でしたね。贅沢贅沢。いやー、すいません、私で特等席にいちゃって。すいません、本当に。贅沢だわ。たまりませんね。皆さんも貴重だったんじゃないですか。そうですよね。ね、ありがとうございます。ありがとう、わざわざ遠くから来てくださって、ありがとうございました。次のゼロスタも来てくださいよ。来ていただければ。あ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。ありがとうございます。後悔しないから。後悔させられる。後悔させられる。せいかもギャロップさんで何かあるときにはぜひ。ぜひぜひ。ぜひ来ていただければ。また歌っちゃうよ。あら、やばい。また集中力切れちゃうよ。もう。書けないんですから。我々楽器練習して、楽器慣れできるようにここでできるようになるやれればいいですでも結構厳しいよそうもっと歌手でしょ夏に付き合いやもう暴力になるよねもう一つ幸せなお時間ありがとうございましたありがとうございましたあのまだ時間があるようなので、うん、まだ告知とかおしゃれたいこと大丈夫でしょうか、はいはい、なんか見どころとかは見どころ、はい、もうこってこってで本当にもう悪が強い救っても救っても悪だもんすごいでもなんかねそこに旨味があるのよねなるほど悪お料理でもそうなんですけど悪って救い切っちゃうとダメで言いますね、うん、そこになんかねやっぱ旨味があるのよお姉ちゃん長女やこと言うな結構大事かかり分担がちゃんとされてるいい役出てますよいい役出てます悪役そういう悪の字が違うでも一生懸命やってます本当の本当の本気でやってるのでマジ稽古してるね一生懸命なことはやってませんはいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。チェックしていただければと思います。はい。あ、それで今日お越しいただいた感想をちょっと軽くおっしゃっていただければ。なんか来てよかった。あー、よかったー。よかったです。ありがとうございます。すごい楽しかったです。あっという間だったね。時間があって。普段こういうのやられないですよね。ネット番組とかっていうのは。そうですね。大丈夫でしたかこんな番組でいいいいいすごい逆に自分の番組良かった番組頑張れいいないいなずるいよ頑張れ私のせい頑張れ欲しいな後ろがなんかうるさいっていういいないいなでもねあっという間なんだ本当にねまた呼んでくださいありがとうございますありがとうございますありがとうございますいつでも緊張の中お届けしましたゼロスタバチコンですけれども次回ですね、ゼロスタバチコン R なんですが3月24日日曜日スタート7時からなんですが場所が秋葉放送赤坂 C スタジオということで、はい、オンエアの場所が変わっておりますので、はい、お越しいただく方を気をつけてください、はい、あとちなみにこのペロペロ男子というゲームとコラボしますゲストの方、やちさんと峯岸さんという男性声優いらっしゃいますのでぜひ来てくださいはい、はい、それでは皆さんご一緒に、はい、せーのゼロスタバチコン